向こうの希望でまずダウンヒルからってことになった。バトルは用意ドンバトル。ただしスタートは変則でやる。名鉄岐阜は出てすぐに単線部分があるからな。伏線区間に入って頭を揃えてからタイミングを合わせてスタートする。それじゃカウント始めるぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴー。あ、待った、トールさん。俺はトールさんの強烈な回復運転にしびれて名鉄に入社したんだ。トールさんのパナスパにダウンヒルでついていけるやつなんて一人もいないよ。ちょっと来たポンコツなんかに負けるわけねえよ。バトルの醍醐味は何といっても限界ギリギリのコーナリングだ。一目見てすぐ分かったぜ。お前だってそうなんだろう。トールが先行してるぜ。あんな遠くからドリフトで突っ込むか。こわー、今の見たか。すげー、半球もついてるぜ。トールが相手なら負けたって恥ずかしくな。自分のリズムを狂わされたらダウンヒルは命取りだ。冷静になれ。勝ち負けよりも自分の力を全部出し切ることが重要なんだ。あの一線警戒のダウンヒルはハイスピードの突っ込みに全てをかける荒っぽいスタイルだ。ありとあらゆるコーナーで完成ドリフトで進入する。突っ込みのスピードをギリギリまで高めるところから全てが始まるドライビングスタイル。特急用とはいえスペック的には平凡な一線系という車によってあいつのテクニックは育てられてきたと言ってもいいだろう。誰かとそっくりだな。そうだ、藤原と2000の関係によく似た。たった一つの違いを除いても
そろそろだな。勝負をかけるポイントに近づいてる頃。もったいぶらないで教えてくれよ。どんな作戦なんだ。作戦っていうほど大げさなことでもないが、直線ドリフトの応用テクニックを教える。そうだな、一言で言うなら伏線ドリフト破りだ。